はいどうもパチです。今回はザンゲちゃんと一緒に2人で怖いことやっていきます。イエーイ、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今回はちょっと企画がありまして、最近ね、はい、プロゲーマーの人が一般のお客さんとかにコーチングするっていうのが結構流行ってるんですよ、いろんなゲームで。おお、そうなんですね。例えばだけど、俺の画面をプロゲーマーの人に見てもらって、あ、そこはもっとこうした方がいいですよとか、今は戦略的にわざと車乗って例えばこっちに移動した方が有利ポジション取れますよみたいなのをどんどん聞いて、あ、俺はこういう判断ミスをしてたんだ、あ、こういう立ち回りがいい立ち回りなんだっていうのをリアルタイムで教えてもらって上手くなろうっていう、そのレッスンみたいなビジネスが最近いろんなゲームで増えてるんですよ。で、今回は逆にザンゲちゃんが俺にコーチングしたらどうなるのかというね。大丈夫ですかそれ。大丈夫です。あの、イメージで言うとプロゲーマーに初心者がコーチングするみたいな。そう、どうなるのかという、まあね、万年初心者なんで、声構造3年やって初心者ですね、まだ。逆に言うと、3年やっても上手くなれないってことは、もう頭の中どこまで頭おかしければそうなるんだと。真剣に考えてるんですけどね。逆に懺悔の頭の中を覗いてみたいっていう企画でございます。さあ、では懺悔プロお願いします。ちなみに航路はまあこんな感じなんですけど、まあ、この航路で行くと、はい、まあ、クロートなら、はい、湖畔の別荘でおりますよね。ここそうっすね。激戦氷、あ、激戦氷なんすね。どのタイミングで降りればいいか教えてください。今今いや、多分プロゲーマーも今って言ってると思うよ、多分。これ どっち降りればいいですか。手前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 、これですか。その植木の家ですね、植木の家。はいはいはい、この辺ですね。そこですね、はい、一番目立つから。なるほど、目立つ家を取っといた方がいいんですね。まあ大体目立つ家にはいい物資があるって、それ懺悔ちゃんが言ってますんで。はい、武器何持った方がいいですかね。今、ああ、水陸小銃とウージーなんですけど、どっちメインで戦った方がいいですか。ウージーっすね。あ、ウージーなんですね。水陸小銃は水の上にいるときに使った方がいいやつなんで。ああ、え、でも合ってる。アサルトライフルで、これすごいめっちゃ強いって聞くんですけど、本当にウージーでいいんですか。まあ、とては結構敵近いんで。ああ、なるほどです。あとね、弾節約していきたい、後半に向けて。やっぱり、うわ、ウージー強っ。ウージー強っ。ウージーめっちゃ強い。ウージーめっちゃ強い。ウージーのおかげで勝てました。そうなんですよね、はい、あ、これどれ拾えばいいですか。うーん、そうっすね。あれ、もしかしてアイコンで銃の名前わかんないとかありえないですよね。銃の名前、あ、そのなんか赤いこれはね、はい、カーかな。これあ、M4A1 ってやつなんですけど、これ M4 強いっす。どっち捨てればいいですか。これ ADS 水陸小銃です。あー、なるほどっすね。アタッチメントがつかないんでね、やっぱ。あー、なるほど。あ、そういう武器の選び方もあるんですね。うん、あとなんか拾っといた方がいいのってあります。なんかその辺のなんかくっつきそうなやつとかつけといてるんじゃないですか。くっつきそうなやつの、まあ、これですかね、じゃあ。くっつきそうなやつ。あ、うん、くっつくつく。ちょっとアンチ見ましょう。あ、こんな感じらしいですよ。どうします。ほら、こうやっぱこう外から内に攻めるっていうのが大事なんで、火山の谷地ですね。あー、こっからこう回ってく感じですね。そう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 。なるほど。車探しましょう、車。そろそろ了解です。さっきあれ車あったんですけど、どこにあるか分かります。車、はい、なんかもうちょっと行ったとこかな。え、どっちですか、左か右か、どっちに車あったと思います。プロだから覚えてると思うんですよね。あれ、あの、じゃあ右向いてみましょう。ん？あ、あったあったあった、それそれ。あれ、なんか索敵とかそういうなんか周りを見渡す能力がもしかしてあまりないタイプですか、プロだけど。今日はね、あんまり酷なんで、あんま敵殺させるのは。あ、じゃあ今回は、うん、接敵が少ないブームなんですね。そう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 、初心者でも勝てるみたいな。なるほどね、うん。ちょっとね、ここ来てみたかったですよね、私来たことなかったから。あ、なんで浮いてんのかなこれと思って。何ここ、何、うわすごい、うわ初めて来た俺も。ちなみにこれを踏んでいきましょう。あ、ちょっと大丈夫。あ、危ない。あ、あ、危ない。え、これ落下し、え、待って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 、なんでなんで、え、どっち、どこどこ、どっかで探せ探せ、ちゃんと。え、どこ、え、上から撃たれた。え、え、どういうこと。あれか、あれだ、家の中入って帰る。うわちょマジ私の言うこと守んないから。いや、家の中入ろうとしたじゃん。あそこに AUG 持ちいると思わんじゃん。ちょっと私は分かってましたよ、あそこに AUG いるなって。ああ、言ってくれればいいのにね。全部言ったら勉強なんないから。ああ、なるほどね。どうすか私のコーチング。いや、最高っすよ、マジ。ほんと金払う価値あるなって思います。でしょ、はい。
はい、団体です。お願いします。じゃあまずは真ん中の自販機いきましょう。はい、何買えばいいですか。クゴ式っすね。あ、95式、はい、どうすかこの言い方、クゴ式。いや、なんか2だなって思いますですよね、はい、どうすればいいですか。真っ直ぐ行って真っ直ぐ、はい、あのね、目の前のもっともっと先、もっと先、この木の向こうまで行きましょう。やっぱ最初前線上げるのが大事怖い怖い、あの結構こことここからワンチャン見られて怖いんですけど、これはなんか見られないっていうなんか根拠があってのあれですか。まあ、これジグザグに走ればいけるかな。ああ、もう撃たれそうになったら避けろと。やっぱあの、そう、あの、あそこの今ね撃たれたとこあったでしょ。はい、青い家。そう、あの2階、あそこに向かってちょっと大きな声で呼んでみましょうおーい、ナイス。意味あったんすかね。あ、ま、いますよ、ね、いますよ。ビビってますよ。あ、ほら、あ、いいぞいいぞいいぞ、倒しました。ナイスでしょ。はい、ありがとうございます。いい指示です。うん、やば、大きい声で呼んだ。ちょ、勝手にドリンク飲まないで。あ、すいません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 、うん、大事なんで少ないんですよこれ。あの2階行きましょう、いるんで。あ、はい、もうとつります。とどめさしに感じで、うん、もう NK 持っていいですか。あ、ちょ、あばあのー、右の部屋から一人立ってる歩行者が左に行くの俺見えてたんですよね。あ、ダウンしてるやつ以外にももう一人いるなっていうのは確認取れてたんですけど、もう一人いるからこそのルールでした。じゃあそいつも倒せば人数有利じゃんみたいな。そう、確かにね。まあダウン取れてるなら詰めろってあれですよね、うん、どうしましょう。懺悔プロ2試合目なんでポイントが変わってます。で、 CSLR4 スナイパーライフルですね。はい、ちょ、ここで覗いて一回。よし、 OK、 行きましょう。あ、安全確認的なあれですか今のはそう、あ、ちょっとあの右前の青い屋根の家怪しいっすね。なるほど、覗きましょう。どうすかどうすかどうすか。よし、じゃあ、あ、落ちた、はい、あ、いいっすよいいっすよ、もうそのまま突っ込んでください。あー、武器はどっちですか。はもう MK でしょ。あ、やっぱ近距離はそうなっちゃいますよね。そうでしょうが言わなくてもわかるかなと思ったのになぁ。行け行け、何やん、行けました先生。先生本当にいましたね、この家。この家本当にいましたよ。敵あと一人ですね。じゃあ陽動しますか、はい、適当に撃ってください。撃てるだけ空砲を。こうやってまずね、時間のロスを、はい、いた？いた？え、いない？いないよ。あ、ほんと？うん、いや、コーチングで空砲させるの面白いなと思っていや、時間のロスなくすのも大事なんで、アンチ向かいながらですよ、ちゃんと。はい、向かってます、先生。うん、ごめんね。あ、な、あ、やった、イエーイ先生、僕これいくら払わなきゃいけないんですか、これで。まあ、友人価格なんで今日はタダでいいっすよ。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、いい覗き、そのなんかいいですね、そのなんかちょくちょくそう対面を覗くの、はい、いるかもしれないっていう、やっぱかもしれない。懺悔さんって免許お持ちなんですか。あ、はい、マニュアルですくっそ怖いんですけど懺悔の運転死ぬほど怖いんですけどあのクラクション鳴らされた数は数知れずですよね。え、なんで取れてしまった。なんか多分あれですね、教習所の先生がネタ教習所でカワセックスとかしたでしょ教官と。違います。そうじゃなきゃ取れるわけないじゃん。枕してると思われてる。枕しなきゃ取れないでしょあなたの運動神経とかじゃ。まあ骨ですね。ああ、なるほどっすね。あ、そうそう、武器持ち帰った方がいいですよ、結構奥詰めてるんで。あ、はい、近くに何もいないって思って動くのは良くない。はい、そのね、ああ、なるほどね。あれ、ま、よし、はい、よし、あー、懺悔さんのおかげで勝てましたねですよね。全然なんかまあ、はい、何もしないですけどね、私は。って確かにじゃないわえ、グリッチじゃないですかそれ絶対グリッチだよなおい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるやったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた
見てください。バイバイ。